2020年いて座。12年に一度のチャンス。大事なものが手に入るかも。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。ハッピー占い占星術アドバイザーの山田アリスです。今日はいて座の2020年に向かっての運勢についてお伝えさせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。2019年はですね、いて座の12年に一度の幸運期だというふうに多くの発信を耳にしていたいて座さんも多いかと思いますので、今からですね、運が下がっていくのではないかというふうなご相談をいただくことも多いのですが、幸運が通り過ぎたからといってもう全然全くですね、今から運が下がっていくとか、まあ、そういうことでもないので、この辺はご安心いただいて良いかなというふうに思います。なぜならですね、木星は真上にいないからといってどっかに消えるわけではなくって、必ず私たちの手の届くところにはあると思うんですね。人によってはですね、木星の恩恵をうまく受け入れられなかったりとか、ポジティブな発展がなかったりとかっていうこともあったのかもしれないんですね。それはネイタルチャートといって個人の配置図や環境などによっても変わってきますので、もしそういった方は反対に客観的な視点を見ることができるタイミングだとも考えられます。これは1月の1日のホロスコープ図になるんですけれども、ずっとここに木星があったのがずっとこう12月の3日過ぎるとですね、このヤギ座に入ってくるんですね。ということは第2ハウスに木星とかこう太陽水星と並んでいて、冥王星や土星というふうに第2ハウスが活発になるとも言えますので、で木星期は、まあ、地盤のところに木星という膨張や発展していく天体が入るんで、個性ですね、それを発揮できるタイミングだと考えられるんですけれども、この第2ハウスって 何なのかと言いますと、ヤギ座の第2ハウスを持たれているということからも、金銭管理やご自分の持ち物に対してはですね、満足しづらい傾向があったりとか、自分の価値観をですね、割と変えづらい傾向もこの第2ハウスっていうのはあるのかもしれないんですね。でその価値観っていうのが、まあ、何かっていうことなんですけれども、自分の、まあ、手にしているものにもし満足がいっていないということであれば、これからですね、第2ハウスに入って、まあ、本当に何が大切なのか分かってこられるタイミングだとも言えるんですね。で第3ハウスにはこの1月の時点では金星が入るんですけども、金星ってこう学びの意味もありますので、水瓶座の3ハウスの金星っていう風にこう連想していくんですけれども、例えば今学んでいらっしゃることとか、まあ、例えばこの時期にですね、資格を取得されたりとか、新たなこう学びをスタートされたりとかっていうことがすごくいいことなのかもしれないんですね。2ハウスとか5ハウスって、まあ、表現するハウスだったりとか創作するハウスとも言えるので、何かものを作ってらっしゃったりとか、その移動の場所っていうのが輝いてくるので、芸術のことをされている方は何か新たな展開とか学びとか、突然にピンとですね、インスピレーションみたいなものが働かれた方はちょっとこう出かけられて、近場でも大丈夫なので、新しい場所に動いていかれるっていうことはすごく良いことなので、動きを何か起こしていただけたらなというふうに思います。もしくはですね、まあ、単純に貯金でもいいんですけれども、12月の22日頃ですね、
この金星と金星がこれぐらい入りたてで、この天王星がこうスクエアに動きをこう変えていくので、例えば働き方であったりとか、このままこの仕事をやっていたらいいのだろうかとか、そういった疑問が生じた方は新たなこの情報収集をされて、何か資格取得にチャレンジされたりとか、何かねスキルアップされることへ意識を変化させていかれて、次のそのもちろんこの計画的がいいので、もしその今のお仕事で収入をある程度得てるとしたら、伊手座さんはすぐにこう行動に起こしたくなるとは思うんですけれども、そうされずにですね、一回ちょっとこう勉強をスタートできるような情報を検索されたりとかだけでも、その動きアクションとは言えるので、そういうふうなことをされて見られたらいかがでしょうかね。水亀座の金星なんで、ピーンとひらめきが来られたりとか、まあ、コミュニティなんかに顔を出されることによって新しい情報が入ってこられて、これやりたいと思われた時はですね、もちろんどんどんこうそっちの方向に向かわれて行かれたらどうかなというふうに思います。もう伊手座さん、本当に目的設定がない時がどんどん元気がなくなられるようなムードがありますので、ぜひですね、目的設定をその明確にしていただくことによって、まあ、楽しみも増えますし、元気になられるのではないかと思います。悪く本当に出た時はどんどんその落ち込まれる面もあるので、いつもがポジティブであるからこそどんとこう落ちられる時もあると思うんですよね。でそんな時こそ、その何か目的を持たれたりとか、ちょっと外に出かけられるだけでも新しい景色が見えると、また好奇心が湧いてこられる場合もあるので、もちろんその月星座にもよるんですけれども、そういう部分も本質的にはあるので、もし動画ご覧の方の中でちょっと元気ないなとか、今ちょっと不安定だなと思われる方は、常にですね、何か新たなやっぱ目的設定を持たれるということは、伊手座さんにとってポジティブな開運スタイルなのではないかと思います。ちょうど1月に入ると行動力も本当に出てこられる面もありまして、この火星がですね、ずっと12ハウスいたんですけれども、伊手座入りするんですね。ここで結構活発にですね、動ける感じもありますので、ここでこうガーッと動いていかれたらいいかなというふうに思いますね。でちょうど1月は金星火星とがスクエアを作っていくタイミングでもあって、1月になるとこう金星はこういうふうに1月の14日あたりにですね、やや自分のですね思いがこう暴走されたりとか、自分のことにこう目を向けてしまわれるとですね、家族とか親しい人間関係との関係性がちょっとこう家族が寂しかったりとか、周りの人間関係がちょっと寂しく思ったりされる面もこれあるような海地図なので、ちょっとそのあたりはお気をつけください。ついついこう伊手座さん、先言ってたみたいに目的設定を持つっていうのはすごく大切なことなんですけど、もうそれに没頭するあまり、例えば、恋人とか家族とか旦那さんとか奥さんとかのことをですね、あんまりこうないがしろにされてしまわれたりとかっていうのもちょっと1月ある可能性があるので、そこはちょっとご注意いただいたらなというふうに思います。1年を通しては金銭管理の見直しっていうのがやっぱり、ポジティブなエネルギーの部分になるかなと思えるんですけども、もちろんこの木星はずっと1年間は滞在するので、第2ハウスこれまでもしその頑張ってこられたりとか、一生懸命動かれて自立心というか自分でやっていくっていうスタイルを自己改革していかれたり、目的設定を持って動かれた方は、報酬として手に入る1年なのではないかなと、なとも思えるんですよ。自信を持って何か取り組めるような印象もあるので、ヤギ座って年老いたという意味もありますので、もしその年齢を重ねてこられた方は、特にその木星のエネルギーをうまく
利用できたりとか、これまでの経験によって何かをやっていけるというか、でもしそのどんぶり勘定になる方はですね、お金をきっちりと貯めていかれるっていうのも悪くないかなというふうに思いますね。12月になると木星がこのサンハウスに移動しまして、水瓶座の木星に なるんですよね。でその土星もこう先にですね12月に17日に動くの でその後に木星が動くっていうスタイルなんですよ。海王星天王星はまだ動かないんですけれども、12月の16日あたりから金星が射手座入りしてますね。だからここら辺にあって、火星は12月はお羊座にありますので、2020年ですね、もうこんな感じで動きがまたガラッと変わってきてるわけなんですね。でこの辺こんな風な並びになっていくので、2020年ですね、12月あたりは水星も射手座に移ってみたいな感じの配置図になっているので、ちょっとこうムードが変わってくるのがこの2020年の12月あたりになっています。2020年の12月の中ぐらいですね、こうなるとここでコンジャンクションといって木星と土星の合致があるわけなんですね。これが12月の22日になりますね。そしたらさっき言ったみたいに勉強とか学びとか資格取得なんかがすごくいい1年だったんですけども、来年の20年の12月にはこういう社会的にですね何か評価されるようなイメージがあるんですね。でサンハウスって通信とか例えばSNS であったりとかインターネットとか、こういう YouTube とかもそうなんでしょうけど、 YouTube どうですかね、旧ハウスかもしれないなと思う時もあるんですけれども、そういうこう通信とかメディアみたいなその意味の場所に木星とか土星が入ってくるんですよ。自身の何か勉強しているようなことをいろいろですね評価されるようなことがあるのかもしれませんし、例えばですね石田さんってこう多くの人にこうたくさんのこう情報を広めていくような意味もあるんですね。それだけ影響力が結構ある星でもあるんで、例えばそういう SNS だったらこう、ね、読者の方の数がバッと増えたり、それが現実的にそれがこう広がっていく、ただ広がるんじゃなくて本当にしっかりと読んでくれるとか、しっかりとその評価をくれるような良い合致があるようなムードもありますので、もしそういう発信をですね結構ブログなんかねそういう風にされている方はこの部分を活かしていかれたらいいかなとも思いますし、でこの動画見てくださっている方なので、きっとその占いとかこういう神秘的な世界のことも多分お好きなんだと思うんですね。でそこにこのそういう神秘的な世界に対しての木星と土星もすごくポジティブに影響を与えているので、なんかこう勉強しようかなとその思いながらも1年間あんまり何ももし学んでこられなかったりとか、あんまり12月までの間に何もできなかったと思われる方も、ここで別にアクションを起こされるってこともありなのかなっていうふうにも思えますし、割となんかこう注目が集まるのがこのサンハウスに集中しているので、そういうコミュニティとかメッセージ交換とか、なんかそこが活発に動いていきそうな気がします。とにかくですね、何か発信したり発言されることに影響がある1年にはなっていますので、別に木星の OK がですね、なんか消えてなくなるっていうふうに思われずにですね過ごしていただければと思います。2020年の射手座さんがハッピーになりますことを心よりお祈りしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画を少しでも気に入っていただけましたら、チャンネルご登録いただけると大変励みになります。コメント欄や高評価もどうぞよろしくお願いいたします。画面の QR コードより@LINE
山田アリス事務所とお友達になってね。この番組は山田アリス事務所の山田アリスメディアです。 YouTube の公開を通じてあなたのハッピーな未来を心よりお祈りしております。チャンネルご登録もよろしくお願いいたします。